岡谷の産業遺跡の一つですね。ちょっと名称を忘れたんで見てからにします。今は使われてないと思うんですけど、昔の渋谷さんとか言ってたんですね。岡谷の、政治事務所、まあ、意図の関係で非常に栄えた地域なんで、ヤシ組さんっていうところと交渉ですね。あるいは超最新だと思うんですけどね。入れるのかな、入れないですよ。時間とかあれば入れるのかな。受付って書いてあるんで、入れるかもしれないですね。機会があったらちょっと行ってみたいと思います。イットの関係はほとんどやってないんで、本当に産業遺産ですね。後ろは駐車場になってます。ここはでもなんか建てるみたいですけどね。何建てますかね。ちょっと見てみますかね。出てるんで、そのイルフプラザの駐車場みたいになってますけどね。なんか立てるかもしれないですね。産業遺跡ですね。後ろの建物はちょっと新しいんで付け足したのそうですけど。